皆さんこんにちは、真夏放送局山本真奈です。そして今日もアシスタントを呼んでおります。こちら、はい、バナディル通信編集長ルパン小島です。ルパンちゃんもいます。もうちょっとほら声張っていこうよ。声張っていこみましょう、うん、声張ってガッチリいこうよ。ガッチリいきますね、うん、はい、ちょっと今日厳しいですね。いやいやきっちりやんなんて仕事だから。そうです ね、はい、で前回は11の5周年で、はい、ね、盛り上がったけれども、はい、盛り上がりましたね。今回は何やりますか。今回は、うん、6月の6日、うん、先月なんですけど、はい、大規模なバージョンアップがありましたね。久しぶりにね、はい、うん、であちらの方を、一応山本モナ局長と一緒にまとめて見ていこうかなと、ね、はい、こんなバージョンアップがありました、はい、これね、でも大きいところだけ抜き出した感じなんですけども、うん、早速ちょっとこちらを、一緒にね振り返っていきたいと思います、うん、まず、新たなですね、うん、アトルガンのミッション、ね、アトルガンの日本のミッションが、はい、追加されました、こちらはちょっとね、ネタバレになるので、ね、あまり言えないので、うん、次に早速進んでいきたいと思います、はい、次は、新たなですね大人数バトル、うん、エンヘリアル、うん、こちらの方が導入されましたね。これ結構大きな追加ですよね。だいぶ大きいですね、うん、局長は一度行きました。あ、そうですね、それは早いですね、僕と違って。ええ、僕まだ行けてないんですよ。あら、編集長、はい、編集長なんで、うん、下に割とスタッフがいるので、はい、うんうん、こちら のスタッフに特派員として、うん、やってもらったんですね。もう早速行ってきてもらったので、うん、まずその VTR があるので、はいはい、そちらを、ご覧ください。エインヘリアルを体験したステキ君の、はい、うん、情報によるとですね、うん、かなり高レベルの、うん、割と上手い連中が集まっても割と難しい。難しいし多分時間もかかるでしょうね。でも結構こうほら人数がいるから、うんうん、大変ですよね。裏もやんなきゃいけないし、見回していかなきゃいけないし、まあね、そういう場合はその局長はどうしてるの。そのやっぱその LS のこうスケジュールみたいのを立てて。そう月曜日は何々ぎっしりあるの。あ、そうそういうもんなんですよね、LS 活動。あ、そういうもんなんですか、うん、自分の時間ってほとんど正直ないかもしれないですね、うん、そんなそんな割とこう会社みたいな会社みたいな。で、聞くならきっと分かってくれるはずですね。まあまあまあそうだろうね、うん、そうなんですよ。要望としては、うん、大規模な人数で行くものもいいなと思うんですけど、うんうんうん、前々回実装してたアサルトみたいな、うん、ああいうちょっと 2,3 人でパッと15分でできちゃうよっていうのがもう少しあればなって正直思いますね。なるほどね。予定と予定の間1時間空いちゃったとか、はいはいはい、そういう時って今もう礼拝堂行くか、はい、しかないじゃないですか、はいはい、アサルトちょっと一回行こうかとか、はい、うん、なんかもうちょっとそういう選択肢を増やしてほしいなっていつも思うんですけど、ね、田中さんはい、はい、本当思うんですよ。なるほどね、うん、割とじゃあこう大規模なものももちろん楽しいんだけども、楽しいんだけどちょっとした時間に少人数で行けるそうコンテンツもあるといいなみたいな、うん、一人でできたりね、次はい次行く、はい、一部のアイテムが捨ててしまった場合でも再取得可能になる、うん、これ分かりやすくなると、うん、スッパの耳、はい、ありましたよね、うん、あれが一回取った後にこう捨ててしまって取れなかったと、それが取れるようになったと、うん、そういう人は少ないんじゃないかな。そういう人は少ない。なんか獣の耳とか当時詩人とかを挙げてた人が、うん、カリスマが上がる耳を取ってたりする子が意外といたんですよ、はいはいはい、だけど今となってみれば選んでこうそっち取っちゃったのね。そうなんです。なんですけど今となってみれば、まあ、スッパがいいじゃんっていう人がかなりの数だもん。なるほど、まあ、でも戦士とかね忍者とかだとメリポで、うんうん、メリットポイント ね、 なるほどね。あ、なるほど、そういうことか。だからこのあれでしょ、この場でその知らないのは僕だけなわけでしょ、おそらく。これだからね、すごい特殊な番組ですよ
でもこれ通りがというかそれまでが大変ですよ、みたいね。関くん情報だと、うん、その今回この再取得可能になったということで、うん、まあ、その入り方は大変なのかもしれないけども、うん、戦闘自体は結構その75のジョブで入れるもんだから、うん、意外と戦闘は割と比較的、うん、当時よりね、当時よりは余裕な状態で戦えるみたいな、なんかぜひこの機会に ねぜひぜひあのやれる人は、うん、あ、やってない方はぜひやってもらいたいな、ね、すごく楽しいから、なんかい割とこう、うん、面白くて有名なバトルフィールドだよね、うん、はい、それから次、レベル8ビシージの解放、うんうん、これはビシージですね、ボッコボコにされましたね、された、はい、あ、そう、ボッコボコになってます。ちなみに局長が遊んでいるそのワールドは、はい、ビシージはもう何回か獣人軍に落とされてた、落ちましたね、あ、落ちちゃった、うん、このバージョンアップがあってからもう勢いよく落とされたっていう友達からメッセージが来たりしましたけど、うん、そうですね、はい、次、メリットポン、はい、メリットポイントに今日厳しいな、はい、メリットポイントに関して以下の変更が行われた、はい、うん、これ僕読んでもちょっとわからない領域なんで、うん、局長ちょっといいですか。はいはい、メリットポイントでこう獲得できるあれですよね、アビリティの新しい追加が、ね、うん、この3ジョブに関して新しく加わったってことです。はい、うん、スネークアイ便利そうですよ。スネークアイ、コルセアの、ね、次に立つ目が1になります。コルセアはご存知ですか。コルセア知ってますよ、はい、あれですよね、クルクルクルって回って、はい、ジョブアビリティもご存知ですか。ジョブアビリティ知ってますよ、はい、ダイスしますよね、ダイスしますね、クルクルって、はい、で2回触れるじゃないですか。2回触れますね、2回触れますね、はい、2回3回触れますよね、はいはいはい、で何が出るか今まで分からなかったです。数字が何が出るか、そこがコルセア そのギャンブルの楽しみってことだよね。それがこのスネークアイを使うと次は必ず1が出るんですよ、うん、そんなずるいじゃないですか。まあでもそこも使いようですよね。だからまあちょっとジョブ的に戦略が入ったという感じですよね。まあ、というわけですごいバージョンアップで、でもまだ遊びきれないですよね、はい、まだまだ。そうですね、だいぶありますね。僕も今日ちょっと話してて、うん、その知識不足もそうなんですけど、はい、やることいっぱいあるね。いっぱいありますよ。それこそさっき言ったその、うん、エインヘリアルもその行けるようになったら曜日に組み込まないといけないもんね、うん、バナディールスケジュールね、結構大変なんですよ。そうだね。はい、例えば今度、はい、うん、バナディール通信のスタッフ、うん、まあ僕も含めてですけど、はい、その僕らを山本もな局長の陣頭指揮の作戦のもと動かしつつ、うん、はい、何かこう巨大な NM を倒すとかですね。あ、いいですね。そういうのもいいんじゃないですか、うん、いいですよ全然。局長なんかちょっと他の番組で割となんかゲームベタのレッテルみたいな、見てくださいよ、はい、スーパーマリオブラザーズをやったんですよ、はい、それが最初のクリボーで3回死んじゃったの。それはどういうことなんですか。もう自分でも何が起こったか正直わからなかったですね。この場をお借りして言い訳をさせていただくとですね、うん、ファミコンのコントローラーと、うん、プレイステーション2のコントローラーは反応速度が違うんです。本当にみんなでじゃあスーパーマリオやろうよ。やれ、一応バラツ放送局ですけど、うん、一応スーパーマリオやりますか、うん、やろ。FF11 もなんか結構知識だけはあって結構腕前の方はそんなことないんじゃないですか。お前に言いたくない。いや僕は知識もないんですけど、そこは私譲れないよ。じゃあまあはい、田中宏道さんに、はい、いろいろちょっとこうお話一緒にしつつ、はい、スーパーマリオブラザーズも一緒にちょっと、むしろ田中さんにもやってほしい。スーパーマリオ、あ、田中宏道さんとスーパーマリオ、うん、あ、楽しいですね。ああ、おせんべいでも食べながらやりましょう。食べながら、うん、この後後々ですね、後々のことについて会議を持とうと、はい、いうことになりましたので、はい、ちょっとまあ相談しましょうね。そうですね、はいはい、以上真夏放送局でした。またね。